ちゃんのね、あだ名がくんくんになりました。くんくん。ワンワンくんくんポンポンテンテンリンランリンワンワンっていうのが最近の本名っていうかフルネームなんですけれども、だからくんくん私の住んでるお家のなんか近くがワンちゃんとかと行けるカフェとかが結構少なくて、だったらもう近所を2人で散歩したりとか、もうお家の中で一緒に遊ぶみたいな感じが一番いいかなと思って、ずっとお家にいます。おもちゃおもちゃと一緒にいたいの、かわいいわよな、ほんとに。犬するとさ興奮してきませんかみたいな感じになってくるの私だけでしょうか。はい、ということで今日はですね、私の最近の購入品紹介をやっていこうと思います。なんか単発でシーンだったりとかグレールだったりとか、まあ、いろいろやってると思うんですけれども、ブランドとか特に縛りなくもめちゃめちゃ買ったりとかしてるので、そのアイテムとかを今日は紹介していこうと思います。それではスタート。はい、じゃあまず早速、じゃん、前に案件でもさせていただいたソナで普通に案件とか関係なくお買い物してみました。今回ソナで7点お買い物して、なんかそのうちの2個在庫切れってなっちゃったんですね。でも日本のサイトやったら在庫切れってなったら普通に返金があるじゃないですか。返金がなくてソナに預けてるお金として5390円なんか持ってかれちゃってるんですよ。だからまあなんか5390円分のまたお買い物してくださいねってことだとは思うんですけど、普通に返してほしかった。じゃあまず早速、なんか可愛いなと思って、なんかジャケットカーディガンみたいな、うん、こういうの買いました。配色ボタンツイードジャケットピンクワンサイズで5600円だったんだけど、まあ5600円にしてちょっと安っぽいかな。バスタオルみたいな生地です。これなんかジャケットっていうかカーディガンみたいな感じかな。でも普通になんかデザイン可愛いなと思って、もうちょっと暖かくなってきたらまあこれになんかなんかモシャモシャみたいな、なんかスケスケみたいなインナーあるじゃないですか、ああいうの着てデニムとかスキニーとかして着てみっくないみたいな感じですね。でも今年の春は私結構本当にピンク着てるんですよ。多分流行カラーではあると思うけど、普通にもうピンクピンクピンク女みたいな、頭の中お花畑みたいな感じなので、はい、次じゃん、じゃじゃん、あ、かわいい、なにこれ、なにこれかわいい、なんか赤ちゃんのおくるみみたいな、ワーパフ半袖ブラウス5色ピンクワンサイズ3600円でした。で結構分厚いのかな、結構しっかりしてます。毛抜ける感じも特になし、お餅とこのニットってもなんか一緒じゃない、ほらおもちゃん、おもちゃんとおもちゃの色違いみたいなね。ブラウスって書いてあるけど普通ニットっぽいですね。ベビーピンクのカラーって私結構肌色的に合うんですよね。顔色が明るく見えるから可愛いと思って買いました。ちょっと後でこれ着てみますね。はい、こちら、え、可愛いこれ、サイドフリルチェックミニスカート M サイズピンクの5900円にしました。なんかちょっとでかいかなって感じです。なんで私 M 買ったんだろう。いやなんかね、自分さいつもさ何でも M 買ってしまうやんか。なんやけど S 買ってお尻がパツパツになっても嫌だし、めっちゃ丈短いとか、なんかウエストがパツパツでインとかしたらなんかすごい太って見るとか見えちゃうのがすごい嫌だから、結構なんか毎回守りの M を買っちゃうんですけど、でこういうさ韓国の通販サイトとかそれこそシーンとかもそうやけど、サイズの感じが僕バラバラみたいな時でも絶対 M 買っちゃったりするから、こういう海外通販とかは結構 S の方がいいなって毎回言ってるんだけど、なんで私 M 買っちゃうんだろうな、やっぱり。はい、続きましてこちらでございます。じゃじゃん、あ、かわいいこれ。あ、そう、最近ねこういうの流行ってるくない、こういうニットにこのアームウォーマーついてるやつで、これ黒かピンクかブルーで迷ったんやけど、結構なんかピンクの洋服買っちゃってるから今回ブルーでと思ってブルー買ってみました。こういう格好したらなんかすごい農家のおばちゃんみたい。はい、はい、ということでトップスをさっきのお餅の色違いみたいなピンクのやつにして、やっぱねほらウエストがちょっとでかかった。これまあぴったりサイズの方が可愛いかなって感じ。ほらこれ可愛いからみんな真似してほしいけど、私の身長体重に似てる人は安く買ってください。この辺が結構ねぽわってなってるから肩幅がすごい広子さん、肩幅広子こういうトップスですっていうのをわざわざ別に説明しないじゃないですか。けどなんかそういうの無知な人とか、まあ、男性とかはちょっとなんかちょっとガタイがいいのかなみたいな感じでちょっと思われちゃうかもしれないんですけど、下のボトムスはまあ結構タイトめなものだったりとか、いや自分は
これくらいの体型なんですけど、このトップスがでかいだけなんでっていうのをまあ積極的にアピールしていくボトムスを選ばないとすごいガタイがよく見ちゃうのでご注意です。ニットでございます。でもめっちゃ可愛い、色とかもめちゃめちゃ可愛いし、すごい触り心地とかはいいので、そこら辺はご注意しながら着ていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、紹介し忘れてたんですけど、はい、こちらのアンゴラカーディガンプラスキャミソールのセット、ピンクワンサイズ2990円のキャミとカーディガンがこんな感じでセットになってるやつを買いました。結構ね、これ着たんです、一回着たんだけど、このキャミが結構短くて、今年28歳か、はい、なるんですけど、もうちょっとこういう服でおへそ出しをするとすごいなんかうんってちょっと鏡見て思っちゃったので結構ハイウエストのものと合わせるかとかしないと着れないかなって感じなので、おへそ出しあんま好きじゃないよって方は気をつけてください。ちょっとこれ着てみようかな。ねえ、みんなさ、このトップスってさ、どう着るのが正解なの？え、これ絶対さ、こう切れ目ない方が良かっただろうって言われるやつじゃない？え、どうしたらいいの、これ分かんない、分かんない、分かんない。でもね、このね、生地とね、このね、色めっちゃ可愛いよ。なんか私多分黒よりこういう色物の方が顔色明るく見えるんですよ。こういうなんかブルーすごい肌に映えるなって感じがしてて、めちゃめちゃ可愛いので着たいんですけど、多分これない方が可愛くないですか？これの使い方が詳しい人ぜひ教えてくださいませ。せっかくですからこのニットも着てみようと思います。ねえ、こういうさ、パープル味のさ、ピンクめっちゃ可愛い。決してジャケットではないんですけど、タオル生地のカーディガンかなみたいな感じなんだけど、普通にこう軽く着れるから、まあ、カーディガンとして着ていこうと思います。で、最近アウトレットでプラダのね、このバッグを買ったんですよ。まあ、せっかくなんかアウトレットとかでお得に買えるんだったら、黒とかじゃなくてちょっと持ってない色とかを買ってみようかなと思って買いました。ベージュピンクみたいな感じのカラーだから可愛いなと思って、お気に入りでございます。ハイブランドとかってさ、年齢重ねた方が、大人が持った方がそれなりに見えるみたいなとかあるじゃないですか。なんかそういう年齢に差し掛かってきたんだなと思って、バカみたいに買うんじゃなくて、そういうのをまあ年に何個かずつ買って大事に長く使っていこうかなっていう思考にね、変わってきました。ということで、まあ、ちょっとずつね、こうやってご褒美の一環として買っていこうかなと思っております。はい、じゃあ次、じゃじゃん。私のね、大好きなお友達のももちのブランドのリルアンビションのお洋服です。めっちゃ可愛い、これこれね、ももちがストーリーとかに載っけてた時から、発売前から、え、これ絶対買うからいい加減にしてっつってプッシュをしていたスウェットでございます。ちょっとこれ着てみるわ。はい、ということで着てみました。え、ね、見てこのシルエット、めっちゃ可愛くない？このね、袖のリブのとこと裾のリブのとこがちょっと長めになってるから、袖のとこのね、フワンとかも可愛いし、え、かつこれさ、普通にこうやって着れるけど、ワンショルにしてね、着れるの可愛いよね、マジ可愛いよね。他の色もね、結構あって、色迷ったんだけど、やっぱ黒持ってると一番間違いないかなと思って黒をゲットしました。はい、ということで次はこちらのリルアンビションのやつなんで、コートなんだけど、ブルーのね、トレンチコートを買いました。カーキとブルーとチェックがあったのかな、もう全部可愛くて本当に悩んだけど、ブルーのシンプルなコートの方が、まあ、私はね、ずっと長く着やすいかなと思ってこれにしたんやけど、見てこのさ、細かいステッチの部分とかもさ、超可愛くない？後ろもこの感じで、袖とかもこうベルトになってて、ウエストにもベルトがついてて、結構丈の長いコートの方が私はこう雰囲気が出るから好きなんですけど、これはもう私の身長ジャストサイズって感じで、もうすごく可愛かったので、めちゃめちゃこの春着倒そうと思います。はい、あともう一つがももちのでブランドでは3つ買ったんだけど、もう一つがマーメイドスカート。え、このマーメイドスカートめちゃ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 スタイルがよく見える、やばい。なんかここのさ、ウエストの部分のさ、ちょっと太めなんですよ。あとね、裾のね、生地がね、めちゃめちゃたっぷり使われてて、シルエットがすげえ可愛いんですよ。なんか腰がピタッとしすぎる感じもなくて、スカートの裾の揺れる感じとかもめっちゃ綺麗やから、しかもね、黒のマーメイドスカート1個持っとけば、スウェット上に重ねた時もなんかこうすっきり見える、もちろんブラウスにインしても可愛いみたいな、カーディガンとかでも可愛いみたいな、本当に春一番使えるんじゃない君ってくらい超着回しができるから、再販とかもしあるんだったらぜひゲットするのをおすすめしております。はい、こちらがチェックのね、こんな感じのコートなんだけど、私のこちらまた大好きなお友達のカリンのね、およくのピヌエのコートでございます。ピヌエはこの間展示会に行った時にいっぱいね、つけて、それが最近届いたんだけど、マジで可愛い、本当に可愛いのね。早速ね、あのカンコレの日とかにも着ちゃいました。袖のところも多分キュッともできるし、ルーズにね、太めでも着れる感じ
でこれねもう一色多分グリーンピスタチオみたいなカラーがあってキリはピスタチオの方買ってて私はこっちにしました。こんな感じのルーズさなんですよ、わかる？で裾もこれくらいしっかりと長めって感じ。私さ身長158やから158ってさそんな身長高い方ではないじゃないですか。でこれくらいの丈感ってめちゃめちゃいいなって感じ。前全部留めても可愛いし袖をキュッとしても可愛いし、マジかシルエットが完璧。私的にこれにこうちょっとローポニーとかしてメガネとかかけてちょっとなんかラフなお姉さんって感じのスタイリングするのが好きでございます。またねこれインスタとかに載っけようと思うのでよかったらインスタフォローして待っててください。じゃあちょっとカリンのお洋服ねいろいろ紹介するわ。結構届いたんですよ。はい、こちらのねカーディガンもめっちゃ可愛い。このカーデざっくり編まれてる感じやからこれ1枚着て中にキャミとか着てそれこそさこれの下にさノースリーブのキャミワンピとか着てさラフに上これ羽織るだけとかでもめっちゃ可愛くないですか。なんか夏手前とかまで使えそうな感じ。なんか私みたいな系統だとこういうのに下デニムとか合わせても違うし、まあ、スカートとか前めのスカートとかだったら可愛いんだけどなんか程よくね肌見せした方がちょっとこう女らしさが出るっていうかバランスが取りやすいんですよ、こういうカーディガンとか着た時は。だから私そういうスタイリングが好きですね。で最初に着てたこれワンピースなんだけどすごくこんな感じで、ちょっと全身写真があるんでこれです、こんな感じです。 TikTok とかにも載せてるんだけど袖のパフとかも可愛い。ここだけシャツ素材でここはボーダーのボーダーじゃないやリブニットって感じの素材なんだけどこれも本当に可愛いのね。ボーダーのところも白じゃなくてちょっとなんか黄身っぽいアイボリーなんですよ。こういうところがねカリンっぽくて可愛いなって感じで、はい、すごくお気に入りのワンピースでございます。次、じゃじゃーん、ちょっとね私には珍しいこんな感じのブラウンのねレースワンピース買ってみました。これ本当にデザイン可愛すぎてちょっとしたご飯いいところに行く時とか友達の結婚式とかにも使えそうな、でも普段使いもしやすいようなワンピースです。裾がねちょっとひらーってなる感じなんですよ。でこれが前だから背中がちょっと V で開くって感じ。ここは可愛い、こういうとこも可愛い。リボンにもできるしこうブラーンとさしても可愛いよみたいな感じのワンピースですね。単純にこれを着てるカリンが見たい私は。はい、以上ピノヤでした。はい、お次はこちらでございます。じゃん、私のね大好きなあのエイムのエリカさんのブランドのアイアムっていうブランドのコートなんだけど、これね伝わるかな、わかるわかる、このなんかコットン生地みたいな感じの可愛いお花柄のね生地で作られたコートです。アイアムの皆さん本当に大好きで、アイアムのディレクターのエリカさんとあとラージーのディレクターのカンナちゃんとはよく会う機会とかも多かったりするんだけど、本当にもうめちゃめちゃ明るくてめちゃめちゃいい方なので、もうなんかね会うだけで超元気になるの。こんなにさ、こういうどこに行ってもさ、安かったりとか、いいお洋服とか売ってたりするし、簡単に買える今の世の中だからこそ、なんか誰からお洋服を買うかっていうのが私大事だなと思った時に、エリカさんとか、こうカンナちゃんだったりとか、なんかエイムのね、皆様とかと関わらせていただくようになって、こういう素敵な方々が作ってんだ、みたいな気持ちをね、抱いて、ちょっと買った今回のコートなんですけども、春コート、ちょっとこれ着てみますね。はい、ということでコート着てみました。で見てこの袖のこの感じ。超可愛くない？ここね一回折られてて、これ多分また ZOZO で黒は在庫あったけどめっちゃ人気やからもう発売9時やったんやけど9時にもう ZOZO 待機して買ったこれを早くなんかもう1枚でこうやってストンと着て歩けるような季節になってほしいなって思いながら春を楽しみに待っております。丈もねこんな感じの丈ね、エイムのお洋服ってさ、なんか全部丈が絶妙なのね。こうやった時とかにこう結構抜け感が出るような丈っていうか、肩の落ち方とか袖の長さとかもうほんとトータルしてもうめちゃめちゃ大好きで全部が、なのでちょっとこれからのね春夏お洋服も超楽しみにしております。ただのファンのお買い物でございました。はい、ということで次はこちらでございます。はい、こちらがまるちゃんのブランドのひなりっていうブランドのねカーディガンです。まるちゃんの作るお洋服も大好きで、これでワッフル素材になってて、ボタンの私ねこうプチパチパチボタンっていうのかな、赤ちゃんボタンっていうのかな、これのこれねボタンが大好きです。あとはじゃーん、こんな感じのピンクのパンツです。このピンクがワイドっていうかこう全体的にちょっと太めなパンツなんだけど、ウエストのね部分もちょい太めになってるからウエストは細く見えるけど裾に向かってタポーンみたいな感じのこう抜け感の出るパンツです。落ち着くピンクのカラーも
持ってて間違いはないかなって感じです。あとはまるちゃんのブランドのマーメイドスカートも届きました。可愛いんだよね。トップスはアイボリーだけど下のスカートはカーキーみたいな感じのちょっとこうナチュラルカラーコーデみたいな今年はね春はしたいなと思ってるので、これの上にこうシアーなシャツとかさシアーなトップスとかこう持ってきたらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思って春はねたくさん活用しようと思っております。このスカートも超シルエット綺麗、しかもこっちにスイート後ろに入ってるからいい女コーデ。それこそこのカーディガンに下これで合わせて足元スニーカーとかでめっちゃ可愛くない？はいってな感じでちょっとズワッと紹介したんですけど、お洋服が届きまくってもうねお家が本当にやばいの。でも次のお家はウォークインクローゼットが2つついてるのとかあと結構広いお家になるから収納はね本当にめちゃめちゃ増えるのであとねそのウォークインクローゼット2つ私もらいますまたねちゃんと収納ができるようになったらちょっとお洋服の収納術だったりとかも、まあ、約束はしない、うん、すごいお片付けとか大嫌い女だし収納一回もちゃんとできたことないからお約束はできないんですけれどもちょっとそういう心がけでやっていこうかなと思うので、あの成功成功みたいな感じになったらみんなにあのシェアハピしようかなって思っております。ということでまた可愛いものがあったらみんなにシェアハピしていこうかなと思いますのでぜひ待っていてください。あとね今日紹介したお洋服とかはあの随時お出かけした時とかね写真撮ってもらったりしてインスタとかにも載っけていこうかなと思うのでぜひインスタをポチッとフォローしていただけると嬉しいです。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。どうでもいいけどさ今日の私のさまつげめっちゃ可愛いんですよ。ずっと私はまつげ美容液はエマーキットを好きで使ってるんだけどまつげ超伸びたと思わない？ほらやばくない？こっちの目とかラッシュアディクトが伸びるっていう人もいればエマーキットが伸びるっていう人もいると思うけど私はエマーキット派でございます。はいって感じでございます。バイバーイ。